今日もまた妖怪学園の一日が始まったでちゅ。父さん、母さん、それにいとこの京ちゃん、俺が妖怪学園に入学してそろそろ1ヶ月になります。この届かないメールもこれで何通目なのか、もうわからないほどたまりました。ちょっと変な、いや、かなり変な学園だったんで、最初は戸惑いましたけど、今では友達もできて、結構楽しくやっています。でも本当に、俺、このままでいいのかな？にゃ、それじゃあ次のページを、青野くん、音読してください。はあ、青野くん。つくね。どうすればいいんだ。音読すればいいと思うわよ。さっきはどうしちゃったの？つくね。ちょっとぼーっとしちゃってさ。それならいいんだけど、でも何か困ったことがあったらいつでも相談してね。だって私たち、モカさん、つくね、モカさん、つくね、いい匂い、モカさん、ちょっとだけね。ダメー！もうモカったらつくねの血を吸いすぎ。さっきつくねがぼーっとしてたのもそのせいなんじゃないの？だって昨日はそんなに。やっぱり知ってんじゃないのよ。いや、そうじゃないよ。それにモカさんはヴァンパイアだから血を吸うのは当たり前なんだ。つくね、それなら私だってダメ！サキバスとグルムちゃんが治療したらつくね奴隷にされちゃう。そうなんだよな。モカさんはヴァンパイアで、クルムちゃんはサキバス。それで俺は、お？1年3組の青のつくねダメガサ。そうだけど、許せんペラ。憎き僕らの敵クビビー。ちょっと待てよ、敵って。わからないなら教えてやろうかさ。フォーメーション、せーそれ、え、お、V、E、ガマ、E、モ、キュー、カサさ。我々も負けてられないペラ。クルム、ラブラブラブリクルム、チン、ユー、キュートなユッカリン、萌え萌え、ふぅ。モッキュンとかクルム、ユカリンって、もしかして。いかにもカサ。俺はアカシアモカ様ファンクラブ会長、笠原幸三。さらに、黒のクルム非公認ファンクラブ会長、平坊三郎。そして、仙道ゆかり施設ファンクラブ会長、長井久美作。3人揃って、ファンクラブ連合。いい、酔っ払っちゃった。俺ゴミ捨てに行かなきゃ。待てー、我らファンクラブ連合の恐ろしさ今こそ見せてやるかさ。電柱、電柱、電柱かさ。こいつ変化したままとはいえ全然弱っちべる。で、本物の人間みたいクビン。お前みたいな強地やつが我らの本気の親しくするなど今に近いかさ。あ、そうそう、こいつは獣な技を使うかさ。違うクビン、これは魔法。こらー、つくねさんをいじめるのをやめるです。だっけー、ゆかりん、つくねー、ちょっと大丈夫？な、クルムに。モッキュンまで。あんたたち、つくねに何やってんのよ。私見たです。この連中、一方的につくねさんボコボコやってたですよ。そんな、ひどい。つくねさんをいじめる人は許さないです。マジカルステーキ。もういいんだ、やめてよ。つくねさん、つくね、
それもこれもあいつらのせいよ。俺なら大丈夫だから。まったくとんだ騒ぎになっちゃったな。いや、そもそも俺がもう少し強ければみんなを巻き込まずに済んだんだ。お前みたいな弱っちい奴が我らのモッキュンと親しくするなど身分違いか。身分違いか。もしもし、聞こえないと思いますが誰か聞こえますか？僕はどうすればいいんでしょうか？女の子たちに守ってもらうだけの弱っちい人間の僕は本当にこの学園にいてもいいんでしょうか？我らの敵、青のつくね、明日こそ徹底的に叩きのめすかさ。僕のゆかりの写真がまた増えた。首この笑顔たまらない。首いいな、俺もクルムンの写真欲しいべな。我らの女神にくっつく寄生虫、青のつくねを排除すれば写真などいくらでも撮れるかさ。そうすればモッキュンの笑顔は俺だけのもの。モッキュンコルモコウモリでちゅー。ねえねえ、この間の3人組最近やたら見かけない？うん、私もさっきこんなことが重いですよ。こら、何撮ってるです？変わりゆく僕らの学園をこのフィルムに収めておかなきゃ。それが僕ら写真部の使命なのだから。クビークビービー。いや、私なんて、バニラエッセンスにベーキングパウダー、リキュール一瓶と、やっふふー、つくね喜んでくれるといいな。無言でじーっと見つめられる方が精神的に応えるのよ。確かにああいう人たちは怖いですよ。まあいざとなればやっつけちゃえばいいんだけど、問題はつくねよね。ですです。先生に相談した方がいいのかな。そんなことより私たちでつくねを護衛すればいいのよ。護衛？そうすればのこのこ現れたところもまとめてやっつけられるし、パーツ一丁よ。やっふふ。それを言うなら一石二鳥です。いいよ別に。でもまたつくねさんがボコボコにされちゃいますですよ。つくねの力じゃあの三人組に。そんなことないよ。つくねだって妖怪の姿になればすっごく強いんだよ。よく知らないけどきっと。そういいんだよ、モカさん、俺行くから。待てよつくね。ごめんねつくね。でもみんなはつくねが本当は人間だって知らないから。そうじゃないんだ。本当なら俺がみんなを守らなきゃいけないのに、逆に守ってもらうだなんて。つくね、やっぱり俺ご
モカさん、つくね。元気にやっているかな。大変だわつくね、この学園を出ていくつもりなのよ。午後4時44分、もうすぐだ。モカさん。なーにがモカさんだ。聖なる我らの女神オッキュンの名前を軽々しく口にしやがってかさ。どこ行くつもりか知らないペラが。ここなら学園の敷地外、思いっきりやれる。クビビーよークビビーペロペロ。その姿は何？お前まで我々をダサいとバカにするかさ。え、いや別にバカにしては。そうペロ、俺たちは垢抜けない地味な妖怪。クビビー、派手めでかっこいいイケメン妖怪ばかりのあの学園って僕たちがモテるはずはない。クビだからこそ何の努力もせずにモテモテのお前が憎い気がさ。逃がさんクビお前に俺たちの悲しみが分かってたまるかさ。その悲しみを癒してくれたのが我らのアイドルたちだっぺな。俺を奪うお前は許せん。その手をじゃなくてその首を離して。この声は。みんな重い。また今回もこんな役。ごめんなさいです、空飛ぶ魔法は覚えてないんですよ。それよりクロムちゃん、つくねを任せといて。マジカル聖域。つくね。俺またモカさんたちに助けられちゃったね。バカ、つくねの大バカ。私たち友達なんだよね。友達なんだったら助けたり助けられたり当たり前じゃない。でも俺今みたいに助けてもらってばかりで。そんなことないです。私つくねさんの優しい言葉に助けられました。私だって身を張ってかばってもらったもん。ゆかりちゃん、くるみちゃん、だからね、お愛子だよ。みんな見ないかさ、我々の目の前でわざとイチャついて見せるなんてかさ。愛情独り占め、恋愛独占禁止法違反の青のつくね、お前だけはペラペラにしてやる。ペラ来たです。ゆかり、君の未成熟の青い果実のような肉体、この僕の長い首でぐるぐる巻きにしてあげる。コロモン、俺と見つめ合って二人だけの愛の世界を作ろうよ。どうやって見つめ合うってのよ、のっぺらぼうの。でして
もっけ。激しい雨が降ろうとも、お肌の大敵紫外線が牙を向こうとも、この俺があなたの愛の傘になるかさ。間に合ってますから。やだ、このままじゃみんなが。おいお前ら、ファンクラブとか言ってお目当ての女の子を困らせるなんてみっともないぞ。うわ、みっともないかさ。みっともない、ブサイクでクズで最低の変態妖怪だとペラ。いや、そこまでは。忘れるところだったクビ、我々の倒すべき相手は貴様だ。行くぞ、我らファンクラブ連合の最終奥義、怒りの合体攻撃。合体合体。これは見たか、この姿。第七ボッチとでも呼んでもらおうか。俺がみんなを守るんだ。無理よ。無理でもやらなきゃ。何が起こったのだ、この光は。胸のロザリオの封印が外れると、表の顔に隠されたモカのヴァンパイアの血が覚醒する。ともめ、この冷たくも美しい瞳、陽気に満ちた銀色の髪、これぞこれぞ我々の待ち望んでいた本物のアイドル降臨だっかさ。アイドル様。なるほど、クズはどこまで行ってもクズというわけだ。その冷たい男は、もっと攻めてほしいペラ。クルム、ユカリ、はいです。お前たちにも手伝わせてやろう。了解、はいです。行くわよ。バカ、バランスを崩すな。やろ、クズども。さっさと消えます。はい。しかしあれこそ僕らの待ち望んだ真のアイドル。ファンクラブ連合強化だ、ヴァンパイアファンクラブ。ガク、今週の決着、なんと意外に長めで80秒でしたでちゅう。またモカさんに助けてもらっちゃったかな。つくね。あ、はい。言っては困るな。お前がいなくなったら私の食料がなくなるではないか。それにもう一人のモカは寂しがって泣いているようだぞ。俺、モカが泣くのはヤッフーって感じだけど、言っちゃダメだよつくね。そうですよつくねさん。俺別にどこにも行くつもりないんだけど。え？でも。あっちに送りたい手紙とかあってさ、それでバスの運転手さんに頼もうと思って。それじゃあつくねが学園を出ていくっていうの？モカさんの早とちりだったんですか？あの、すみません、これを。手紙くらいお安いご用だが、本当にいいのかね？はい。見上げた心がけだ、少年。ったく、紛らわしい。どこにも行っちゃダメだよ、つくね。俺、いつか、みんなを守れるくらいまで強くなってみせる。約束するよ、お母さん。それまで、繋がらない電話ともお別れだ。
さすがあいつが選んだだけのことはある。しかし選んだ道は厳しいぞ、少女。ということで、今まで工事が遅れてましたけど、ようやく人間界につながる赤電話が購買部に設置されました。それと今まで1ヶ月に1本だったバスも1日1本に大増発することになりました。よかったね、つくね。モカさん、つくね、いい匂い。つくね、修行中なのに。カプチュー。やっほー、プールだ、水着だ、水泳だ。ちょっとクルムさん、そんな際どい水着危険すぎますでしょ。ユカリちゃんの水着も幼稚園児みたいで可愛いわよ。モカ、次回スクール水着とヴァンパイアで、あなたにカプチュー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。